九州ターザです。はいです。はい。はい。青田。はい。最近ね、うん、ちょっと靴の紹介全然してなかった。あ、まあ、靴ね。まあ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 。僕あんまりね、靴ね、買うことないんですけど。うん、確かに。スニーカー。あ、そっか。スニーカー少年じゃなくて、なんていうんですか、スニーカーヘッズじゃないんで。うんうんうん。僕が靴買うタイミングって、うん、結構半年に1回とかなんで、超レアだと思います。はい。あの、次見れるんじゃ半年後とかですね。はい。しかも紹介するか分かんないっていう。なるほど。はい。ということで、うん、今回紹介するものがですね、何ですか？なんと、うん、日本で発売のものなんですよ。めちゃめちゃレアってことですね。いや、そんなにレアじゃないです。日本じゃ、はい、ちょっと煽りすぎです。あ、ごめんなさい、はい、すいません。あの、そんなに、まあ、買えないことはないことはないんですけど、うん、日本未発売のもの、せっかく買ったので、ね、ご紹介していきましょう、うん、あの商品です。というのがですね、こちら、皆さんおなじみ、何ですか？コンバースです。ですね。はい。そしてこちらですね、はい、JW アンダーソンと、大好きやね、本当にね、コンバースのコラボの商品となってます。こちらはですね、うん、まあ先ほども言いましたように、うん、日本未発売ということで、まあ、僕はちょっと上海の友達に今回購入させてもらいました。上海ってマンション？めちゃめちゃちょっとかっこつけたんですけど、うん、あの上海に遊びに行った友達です。あ、はい、上海に住んでる友達って聞こえたから今ごめんなさいごめんなさい、すげえコミュニティ広いやつやなと思ってはい、うん、に今回購入してもらいましたと、うん、はい、ということでですね、ちょっとこの JW アンダーソンとコンバースについてちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、はい、12月ぐらいから JW アンダーソンとコンバースが大規模的に、うん、大規模的にというか、まあ、コラボをやってまして、うん、今第1弾、第2弾、第3弾まで行われてます、はい、で多分皆さんちょっと第1弾をご存知なのかなと思うんですけど、うん、あのグリッター、マルチカラーで、バイカラーでグリッターを使われた、あ、ちょっとラメのようなキラキラとした、うん、あのね、ブルーと緑のアイテムとか、はい、結構よくインスタの方でも見たんじゃないかなと思います、うん、すごく人気で今プレネがついているぐらいのアイテムとなってますけど、今回は第2弾の商品です、うん、ということで、なんか開けていきましょうか。早速見ていこうと。はい。で、中身の商品がですね、はい、こちらです。サンダーボルトの商品となってます。こちらですね、1980年代の世界一の陸上コーチと言われているアーサー・リディアードという方がですね、設計したサンダーボルトというモデルをですね、採用した靴となってます。で、アッパーにはですね、スウェードのバイカラーのスウェードを使用していてですね、ライニングの部分はゴートレザーを使用しています。インソールもレザーとなっていて、こちら低反発のインソールとなっています。すごくこう歩きやすいインソールとなっていますね、まあ、疲れにくいインソールとなっています。で、ミッドソールにはですね、まあ、ランニングシューズですので EVA ソールを使用しています。で、アウトソールはですね、ラバーソールを使用していて、その耐久性というものもですね、話し合われているというアイテムとなっています。はい。で、こちらですね、まあ、第2弾の商品となっているんですけど、うん、まあ、他にもですね、デニムの生地を使われたサンダーボルトのアイテムもありました、うん、まあ、もちろんですね、皆さん、まあ、気になっているだろうチャックテラーの商品も同じようなスウェードの生地で作られたものがございました、うん、はい、僕は今回こちらを購入しました。デザイナーのジョナさんも、まあ、T シャツとデニムとチノにこの靴をイメージしているみたいなので、うんうんうん、そういった履き方していきたいなと思ってます。この色のね、カラーっていうのもね、また今年らしいのかなと思ってます、まあ、ということで気になるお値段なんですけど、まあ確かにね、はい、999元となります。いやいや、ピンコンすぎるいや、いくら調べないといけないから、ワンステップ置かないといけないから、はい、あのですね、ちょっと僕自身、まあ友達に買ってきてもらったので、うん、まあ、その一応ちょっと上乗せしてね、うん、あげたので、まあ大体なんかネットで調べたら2万円前後で購入できるみたいです、まあ、送料とかは入ってるかどうか分かんないんですけど、2万円前後で購入できるみたいなので、ぜひ気になった方はですね、チェックしてみてください、はい、ということですね、今回は最後の方に着眼の方を持ってきましたので、そちらを見ていただいて終了ということですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。
ということでですね、はい、この動画がいいなと思った方はですね、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ちょっとまた JW アンダーソンのアイテムを購入してしまうという、うん、多いよねちょっとね、まあ、これからもちょっとまだ続くとは思うのでですね、あ、続くんや、はい、続くと思うので、うん、ちょっと皆さんご辛抱のほどよろしくお願いします。辛抱せなあかんのね。いやでも買い物ってそういうもんだよね。いやまあでもまあ、まあ、2パターン分かれますけど、いろんなものを買う方と一つのものドーっていく方で、僕がドーっていく方だったみたいな感じですね。まあまあ、うん、まあまあまあ